はいどうも皆さんご機嫌いかがですか、リクヤギです。本日はこちら今流行りのアディダスですね、購入したので見ていきましょう。購入したのはこちらハンドボールスペシャルということで、サイズは 28.5 センチでの購入です。まあボックス自体はこんな感じで普通の青箱ですね。で普通の青箱なのを見てわかる通り、一応名前にスペシャルって入ってはいるんですけど、このアディダススペシャルっていうラインのスニーカーとは別物になるので、その辺だけは注意ですかね。それでは開けていきましょう。ザザッと。はい、ということで肝心の中身がこちらなんですが、いやー美しいですね。このグレーのトーンとシルエット、そしてこのレザーですよ。いやー最高ですね。ということで今回のハンドボールスペシャルなんですが、自分はビリーズの店舗の方で購入してきました。まあもともとこのカラーめっちゃいいなと思ってたところで、実物どうかなと思ってきて店舗に行ったらもうめちゃくちゃ良くて、もう買ってきてしまいました。ではハンドボールスペシャルについて少し話していきましょう。ハンドボールスペシャル自体は1979年に発売されたモデルで、ハンドボール用のシューズとして発売されました。で、元々の仕様としてはやはりスエードアッパーにオーバルシューレースが、基本的な仕様かなと思うんですが、アディダスの方では通年で展開されているモデルですよね。うん、ここしばらく出てたとは思うんですが、最近は日本での展開はやめてましたね。で最近になってこのテラスシューズが流行ってきたところで日本でも発売されるようになってきたんですが、なんだろうな、海外とかではやっぱり最近だとセールになりがちだったんですがね、もう最近もあんまりセールにもならなくなってきましたね。いやーブームってすごいなと思います。でこのグレーのカラーについて話していきたいんですが、レギュラーカラーとして、ブラックとかネイビーとかは結構毎年出てるんですが、グレーはどっちかっていうとシーズンカラー的な印象が強くて、そう前シーズンだとグレーのカラーも出てたんですけど、コーディラナイロンを使ったりしてちょっと結構アレンジされたようなものが出てましたね。そして今回の特徴といっても、なんといってもこのアウトソールのグレーがめちゃくちゃいいんですよ。このアウトソールのグレーにアッパーの薄いグレーにホワイトのストライプ、このバランスがもう私ノックアウトされちゃいましたね。最高すぎますよね。超かっこいい。そう、まさにそのCP カンパニーとコラボで出てたサンバとか、あのカラーリングを彷彿とさせるようなこの仕様がね、もう最高です。でテラスシューズ、テラスシューズっていう風に言ってるんですが、テラスって何ぞやっていう話ですよね。テラスっていうのは、サッカーのスタジアムがあったとして、そのゴールネットの真後ろ、その部分をテラスという風に呼んでいて、1980年代ぐらいはそのゴールネットの真後ろの部分が格安のチケットとして発売されてたんですよね。なんでそのテラス席、ゴールの後ろの席に集まってた若者たちがこういったシューズをこぞって履いていたということで、その辺のやつをテラススタイルっていう風に呼ばれてたカルチャーがあったんですよね。でそこからこのテラスシューズっていうのが生まれていったっていう風な話ですね。それでは細かい話は置いといて、早速詳しく見ていきましょう。まずこのアウトソール、このアウトソールが非常に美しいグレーのトーン、まあ、結構薄めなんですが、このグレーのアウトソールね、これがかなり珍しいですよね。やはりガムソールっていうとやっぱ茶色のガムソールで、でそれでもアッパーグレーっていうのが結構多かったんですが、今回のこのアウトソールのグレーっていう、これが結構珍しいですね。めちゃくちゃいい仕様です。で続いてアッパー、このトゥーガード T 字になってる部分はこのように非常に美しいレザーになっています。でベースの素材がこのようにパーフォレーションレザー、パンチングレザーになっています。これ本当に上質なレザーなんですよね。そう、箱を開けた瞬間にレザーの匂いがムンムンに、そう香ってくるようなレザーで、本当に質感いいんですよね。でかかとの方はこのように美しいレザーで補強がされています。でストライプ自体は、こちらは合成素材になっていますね。合皮になっています。このようになっていますね。続いて内側からです。いやー最高ですよね、このレザーの質感。そしてやはりこの内側から見た時のこのくびれね、シルエット最高ですよね。この3ストライプも、まあ、合皮にはなってるんですが非常に美しいですね。このようになっています。続いて正面からです。
まあシルエット的にはかなりクラシックなアディダスのトレーナーって感じですよね。このミニマルなおにぎりのような形のシルエット、いやー美しいですね。でこのようになっていて、いやーほんとレザーの質感いいですね。でシューレースはこのように平紐になっていますね。でシュータンの素材、これもねレザーなんですよ。めちゃくちゃいいですよね。でタントップの方にはこのようにアディダスハンドボールスペシャルというふうにグレーでプリントしてあります。続いてかかとからです。どうですかこのグレーのグラデーション、もう最高っすよね。この濃いグレーから薄いグレーになって、このホワイト、このホワイトも若干グレーがかってるっていうのがね、このね、なんて言ったらいいんだろうな、このコントラストの付け方がもう絶妙に最高のバランスですよね。超かっこいい。で続いてアウトソールです。アウトソールはこのように非常に凝ったデザインになっていますね。このようなデザインになっています。続いてライニングといきたいんですが、一応この履き口周りの部分だけ合皮で補強されていて、若干クッションが入っているんですが、基本的にライニングはついていません。一枚側なんですよね。そう、見てわかる通りすげー上質なレザーを使われていて、パーフォレーションレザーなんで、この通気性も抜群ということで。で一応この、トーボックスの前の方だけは裏側にテキスタイルのライニングがついてるんですが、基本的にはそう一枚側のこんな感じでね、ライニングのない仕様になっています。でターン裏はこのようにスポンジがむき出しになって、内タグの方も確認することができます。そう、しっかりレザーを使ったシューターになっています。でインソールはこのように白地にブラックでアディダスの総柄が施されています。タグです。はい、ということで早速入ってみました。いかがでしょうか。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。いやこのグレーのトーンとシルエット、いや最高に今の気分っすよね。いやめちゃくちゃかっこいいし、履き心地も抜群なんですよ。この上質なレザーなんでね、このグニグニ感、特筆すべき点はこのハンドボールスペシャルって、こういったテラスシューズの中でも格段に履き心地いいんですよね。そう、なぜかこのクッション感が他のものよりも優れてるんですよね、不思議なことに。そう、これがいいんですよ。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。やはりデニムのスタイルも抜群ですね。いやー最高ですね。こんな感じで、サイズ感の話していきましょう。サイズ感なんですが、自分普段スニーカーはだいたい29センチを購入することが多いんですが、このアディダスのトレーナー系に関してはハーフサイズ下げて 28.5 を購入しています。そうですね。なんで基本的にはそのナイキと比べたらハーフ下げでいいのかなって思いますね。そう、やはりこの辺のシューズライニングが薄いんで、その分ハーフサイズ下げています。しっかりこのレングスも余裕があるような感じですね。そう、ただ横幅自体は、若干タイトなので、めちゃくちゃ幅が広いよっていう方はマイサイズで購入するのもいいのかなと思います。まあ基本的にはハーフ下げがちょうどいいのかなと思うんですが、まあ比較的、その試着がしやすいモデルにはなっていると思いますんで、まあ試してみるのが一番かなとは思います。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。いやどうですか。まあこのデニムの感じもめちゃくちゃいいですね。まあちょっと太めなデニムなので、当時の80年代のクラシックなスタイルとはちょっと違うんですが、やはり今時だったらね、こういった太いデニムと合わせるのもめっちゃいいのかなって思うんですが、そうなんかトラディショナルな合わせ方もできるし、今っぽい合わせ方もできるっていうね、この楽しみ方が2倍っていうね、もう最高のシューズですよね。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。軍パンの合わせもなかなかいいですよね。もう本当にどんなスタイルにも合わせやすいこのカラーリングとシルエット、いやーめちゃくちゃいいな。で履き心地も超いいですからね、この上質な素材感がこの履き心地の良さに直結しているということをすごく分かりやすい、そんなプロダクトかなっていうふうに思います。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。いやーほんといいんだよなこのカラーリング。
うん、このグレーのアウトソール最高っすよね。いや、やっぱこの珍しいカラーのアウトソールでここまでバランスがいいっていうのは、やっぱ個人的にはいいスニーカーの条件の一つかなっていうふうに思ってるんで、うん、いやー、もうバランスもいいし、もうシルエットも超美しいですもんね。いやー最高だ。いやー美しいですね。はい、ということで続いてこんな感じです。いやー、もうトラックパンツとの相性も抜群ですよ。もうこのカラーリングなんでね、どんなカラーのトラックパンツとも合わせやすいかなと思います。いやまさに流行るべくして流行るっていう感じですよね。もう間違いなくこのハンドボールスペシャルなんかはもうここ何年も履いていけるようなシューズになると思いますし、うん、いやマジ価値のあるスニーカーかなっていうふうに思います。ということで本日の動画はここまでになります。また次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。